それはまあさっき言ったの非常勤の人が学外から使うというようなものは、まあ、悪いことってのはあんまりないと思うんですよね。少なくとも移動しなくても、ある程度のものは作れるという。でも、まあ、デスクトップの状態をキャプチャーして、それを資料の中に入れるようなことをしようと思ったときに、大学までやってこないといけないとか、あと土曜日曜だと、まあ、ちょっと一部開いてるところあるんですけど、まあ、かなりの演習室が閉まっているとか、そういう不便は、かなり解消されると思いますけどね。まあ、このシステムは大学で、まあ、授業などに使いたいと思ったんですけども、学内に1000台以上の iMac があって、それを授業に使っています。で、その授業の準備をするために、まあ、非常勤で、特に学外の非常勤の先生が、事前に使いたいんだけど、でも毎回そのために東大まで来るのは大変面倒だと。そういう方が、学外から使えるようなものっていうのがまず第一にありました。それから、まあ、当然、まあ、学生さんも最近は自宅から、まあ、レポートなどを作るために、大学のコンピューターを使うこともありますので、まあ、そういう人たちが使えるようになるといいなと思って、まあ、導入したものです。製品の性能に関して言うと、まあ、そこそこかなとは思うんですけれども。